こんにちは、ハッピーチャンネルです。今回はグランドスケープ池袋2階で行われているザ・ギャラカフェにやってきました。こちらでは今ウィンブレコラボカフェが開催中です。こちらの開催期間は2022年10月28日から11月15日までとなっております。コラボメニューはこんな感じとなっております。店内は動画撮影禁止のため、ここからは写真でご紹介いたします。店内に入るとキャラクターのパネルがお出迎えしてくれます。うわ、この4人のパネル嬉しいですね。この店内ですが、なんかカントリーミュージックみたいな音楽がかかってて、あの席の間隔も広くて本当に居心地が良かったです。はい、とても過ごしやすい空間となっていました。作中にも出てくる喫茶ポトスの看板もあって、すごく嬉しかったです。グッズやノベルティがこんな感じで綺麗に展示されていて、どれもこれも欲しくなりました。いや、実際見ると本当に欲しくなりますよね。厳選して購入してきたので、こちらも最後に紹介したいと思います。それでは今回注文したメニューを紹介します。まずはこちら、さくらはるかコーヒーフロートです。この冷凍オレンジの酸味がまた美味しいんですけども、この雪見大福みたいなアイスを溶かして食べると本当にカフェラテみたいになって、とても美味しかったです。お次は防風林エメラルドパインサイダーです。このエメラルドパインって名前がすごいですね。エメラルドパインっていうものがあるんですか？あるんでしょうね知らなかったただ味はすっきりして美味しかったです。この金箔がまたおしゃれでしたね。またこちらのドリンク2層になって出てきたので、混ぜてみると綺麗な色になりました。お次はお料理の紹介です。まずはこちら、さくらはるかホットドッグです。もう間違いなく美味しいですよね。すごいこれね、でかいんですよ。このフランクフルトも皮がパリッパリでめっちゃめちゃ美味しかったです。こちらセットでヨーグルトにリンゴダイス、あと蜂蜜がかかったデザートまでついているので、めちゃめちゃお得ですし、最後まで飽きずに食べられました。ホットドッグを食べた後のお口直しにすごくいいデザートでしたね。お次は梅宮はじめハンバーガーです。こちらのハンバーガーはもうごまバンズも大きくて、パティもめちゃめちゃジューシーで、美味しい照り焼きバーガーでした。あまりにもボリュームがあるので、こうかぶりつくのも大変だったね。なので私たちはナイフで切り分けながら食べました。そして購入したグッズ、カメラ風クリアカードをこちらのハンバーガーと一緒に写真を撮りたくて1つ開封しました。やっぱりコラボカフェに行ったら、こうやってね、グッズと一緒にお料理の写真を撮るとよりお料理の良さが引き立つし、コラボカフェって楽しいってなるよね。コラボカフェならではの楽しみ方の一つですよね。最後はこちら、オムライスです。いや、喫茶ポトスのコトハのオムライス、めっちゃめちゃ再現されてましたね。もうまんまですよ。すごいテンションが上がりました。いや、このね、昔ながらのオムライス、これがね本当に最高なんです。またこのウィンブレコラボカフェのロゴが入ったモナカもいいよね。いや、この期待通りのケチャップライス、めちゃめちゃ嬉しかったです。そしてまたぎゅうぎゅうにお米がね詰まってるんですよ。とても満腹になりました。それではグッズの紹介に行きましょう。ということで帰宅しました。入ってきました。まずはメニューの注文特典を紹介していきたいと思います。こちらがドリンクの注文特典となっております。コースターカジ君が出てくれました。カジ君、もう一枚はこちら、スオー君とさくら君のコースターです。いや、絵面がいいですね。もう誰が出てくれても本当に嬉しいじゃない。はい、そうなんです。はい、もう全種類集めたくなるぐらい最高です。そしてこちらがフードデザートメニューを一品注文するごとにもらえるランチョンマットとなっております。こちらもカジ君が出てくれました。このね、ランチョンマット毎回ね、あのちょっと分厚めですごくいいんですよ。で、2枚目がじゃん、はい、梅ちゃんが出てくれました。梅宮さん、いい顔、すごい嬉しい。あの前髪が下ろしてるのもすごくいいよ ね、 で、最後はじゃん、はい、一番ね、お目当てだった全員の集合がいただけました。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。そしてこの集合がもらえたので、今回アクリルスタンドは梅ちゃんと桜だけで我慢したって感じです。本当はね、全種類欲しかったんですけどね、もしカフェやってる期間中にちょっと欲しいなって思ったら、スオ君とカジ君買い足しちゃうかもしれない。桜君のクスタはこんな感じになってます。これね、台座もめっちゃ可愛くて、こうやってちゃんとウィンブレコラボカフェって書いてます。いいですね、シンプルでおしゃれですね。まだアニメ化も
ねされてないのにコラボカフェで書き下ろしってすごくない？いやすごい人気です。はい、もうアニメ化も棒読みなんじゃないかなってちょっと思ってます。はい、期待して待ってます。こちらが梅ちゃんのアクスタですね。もう梅ちゃんのさ、このハンバーガー T シャツめっちゃ可愛い。私も欲しいんだけど。そして今回ランダム品もいくつか購入してます。こちらが缶バッジカフェバージョンとなっております。こちら2個購入したので開封していきます。こちらは全8種類となっております。さあ1個目いきます。はい、せーの、じゃん。おお、カジくんです。カジくんめっちゃ来てくれますね。はい、この缶バッジは後ろの背景がねちょっと違うらしいんですよね。もう1個のバージョンもちょっと見てみたいなって思います。それでは2個目です。もう本当に誰が来てくれても嬉しいです。せめてね、かぶらないでいてくれたら嬉しいなと思います。ではいきます。せーの、じゃん。おー、さくらくん来てくれました。しかもね、ストライプの方。はい、こちらは別バージョンの方ですね。うわー、かわいい。このさくらくんのね、ホットドッグ美味しかった。最後に開封するのがこちらのカメラ風クリアカードです。これがめちゃめちゃかわいいんですよ。お料理と一緒に写真が撮りたくてカフェで1枚開けたのがこちら、梅ちゃんとカジくんでした。すごいいいよね。いやー、おしゃれですね。はい、スマホみたいになっててすごいおしゃれで可愛いです。でこれがねまた330円っていうあの優しい金額だから何個も買っちゃいたいって思って今回全部で4枚買ってます。残りの3枚開封していきたいと思います。それではこちら2枚目となります。まあせっかくなんで全員集合出てくれたら嬉しいな。そうだね、はい、じゃあいくよ。せーの、じゃん。おお、あ、カジくん、カジくんめっちゃ来てくれますね。カジくんめっちゃ来てくれます。カジくんだとコースターもランチョンマットもこちらの缶バッジもだってね、この1枚目の方のクリアカードもカジくん写ってるよ。わあ、せーのですね。すごい嬉しい。それではこちらが3枚目ですね。スオくん1回もまだ見てないですね。ですね、ではいきます。せーの、じゃん。わー、来たー、来ました。集合、集合はいいね。横バージョンなんだ。やっぱみんな写ってるのが来てくれるのってすごい嬉しいよね。はい、お得感があります。それではこちらが4枚目最後の開封です。そろそろスオくんかさくらかな。あー、そうですね、スオくんちょっと見てみたいな。じゃあいくよ。せーの、じゃん。あ、さくらくん来てくれました。うわー、いいんだよね。やっぱさ、一人のバージョンだと一緒に写ってるものより余白っていうのかな。そう余白があるから、うん、お料理と一緒に撮りやすいね。後ろに映り込ませることができやすい。すごいいいね、このグッズ。ということでウィンブレカフェ開封結果はこんな感じになりました。いや、なかなかいいバランスでしたね。初めてのウィンブレカフェはちょっと都合が悪くてまた期間が短かったので行けなかったんですが、今回のカフェは無事に行くことができてとっても嬉しかったです。ありがとうございます。ウィンドブレーカーとってもとっても大好きな作品なので、これからもイベントなどあれば紹介していきたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。